ークは後悔していた。サイカ孫一の優しさに甘え彼を犠牲としてしまったことに。それは彼がジャンヌがこの世界に飛ばされた直後、小牧長久手の地でのことである。右も左も分からぬ異世界で彼女は妖魔の大軍に。その時颯爽と救援に現れた孫一はジャンヌを逃がし、一軍のみで妖魔軍を食い止めたのである。だがもしもあの時自分が共に戦っていたら、孫一は部下を失わ、今度は自分が彼を助けるのだ。ジャンヌは固く決意し、戻ってきた。あの時のかつて救われた時、私は参るだけだ。救援に来てくれたあの人を残し戦場を離れ、でも今度は逃げない。最後私があの人を救うのだから。あなたと一緒で嬉しいよ。あの人が来てくれるはず。でも今度は甘えられない。私が救うのだから。じわじわと包囲を狭めろ。存分に殴ってやれ。いけない。みんなの間に絶望が広がっている。勇気と希望を呼び覚まさなくては。暴れてるって聞いて来てみれば、美女が襲われてるじゃねえか。決まりだな。サイカ州行くぜ。元気そうで何よりじゃ。なんだ秀吉、じじくさい挨拶はやめてくれ。救援いただきありがとうございます。手には及ばないぜ、美しいお嬢さん。さあここは危険だ、引いた方が。いいえ、絶対に引きません。最後まで共に戦います。これも色
男の宿命だな。いいぜ、どこまでも一緒に行こう、お嬢さん。準備完了だな。龍馬どもに黙り玉をお見舞いしてやれ。さすが俺。さてこのまま反撃といくか。ここまでは順調。でもこの後予想外の事態があるはず。そこをしのげれば未来は変えられる。十分に注意して備えなければ。頑張るよ。目の舞台も遅れ。中央を取られるな。美しいお嬢さん、悲しい顔は似合わないぞ。さあ悩みがあるなら話してくれ。あなた、俺がかっこよすぎるって。そんな潤んだ瞳で見つめるなよ、照れるぜ。なんだ、人間どもに押されてるのか。嵐のない奴らだ。帝軍山のあの惨劇も避けられるはず。お、いいところに来たな。こちらも一気に押し上げるぞ。ち、挟み撃ちかよ。このままじゃ最下衆が危ねえ。一気に南下して敵の頭を潰すか、援軍から潰して皇后の憂いを断つか。その戦ぶり手本といたします。これはまずいか。これではキリがない。ねえねえ、なんともすごいの。やっ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 。
に撃たれるのだ。はい、おしまい。帰ったら美味しいご飯だよ。美しいお嬢さん、あなたが無事でよかった。いや、わしらにしたらお前が無事でよかったわ。あ、何の話だ。まあいいか。俺はもう一度戦場を確認。龍馬に背後をつかれたらまずいからな。聖女さん、少し待っててもらえるかな。すぐに。おい、孫一。まあ、もう龍馬も残ったら。これで過去は変わりました。また本当に孫一さんを救うため。